ズバリストのコーナーです。今回は栃木県足利市で両毛地域を盛り上げる活動をされているハウディーズ株式会社の江黒俊介さんにお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや見てください、江黒さんのこの気合の入れよう、はい、STI のポロシャツですよ。この11月のこの時期に若葉マークのスバリストとして、うん、皆さんよろしくお願いしますということでちょっと気合を入れてきました。いやジャンパー着てる私がちょっと申し訳ないなという気持ちにもなってきますけれどもでは早速ですが、はい、江黒さんの愛車は何でしょうか。はい、レヴォーグの TC ツーリングに乗ってます。15台限定の車ですよ。なかなかない車ですけれども、はい、この貴重な TC ツーリング、はい、なぜお求めになろうと思ったんでしょうか。あ、いやどうしてもスバリストさんたちの楽しい姿とか、うん、関わってる人たちのことを考えるとか、ぜひスバル車に乗りたいと思ってた時に、うん、ラリーの、はい、世界チャンピオンになられた新井俊博選手に、はい、取材させていただいて、いや実は僕がプロデュースしたこういう車があるよと、うん、でそれを取材に行ってもうこれは買わなきゃいけないということで、はい、購入させていただきました。走りの味ですとか乗り心地はいかがですか。はい、いやもうこれが僕今までもう仕事でずっと車運転してたんですけども、うん、車っていうのはただね目的地に向かうための道具でしかなかったわけですけど、この TC ツーリングに乗り始めたから、うん、もう本当に軽やかに加速して飛ぶように走るので、うん、あ、運転ってこんなに楽しかったんだということで、うん、仕事以外に乗らなかったのも最近はもう休みになるとちょっとドライブに行きたいみたいな、はい、感じになってます。またね地元の工場でできた車ですから、なんか地元に貢献してるような気持ちもあって、こう運転するとですねとにかく高まるという感じです。うん、改めてですけども、はい、普段この TC ツーリング、はい、どんなお使いになってるんですか。そうですね、仕事の取材やあとはご当地アイドルグループを運営してるんで、はい、その出演先にメンバーを乗せてですね、走ったりして結構乗ってます、うん、はい、取材という今お話がありましたけれども、はい、何の取材ですかね。はい、いろいろやってるんですけど、はい、私この B100 っていう、人生100年時代を楽しもうと、うん、美しく年を重ねようっていうコンセプトでやってるフリーマガジンを発行してまして、はい、主にこの、うん、両毛地域の、美しく輝いている女性たち、うん、はい、4、50代の女性たちの、ライフスタイルですとか、うん、まあ、様々な活動をこう紹介しながら、うん、地元を盛り上げていこうと、うん、そんなコンセプトでやってます。はい、やはり女性が元気な社会っていうのは、そうですね、地域も元気になると、はい、人生100年時代というとね、どうしても年金はとか介護はとかさまざまな不安要素しかないんですけど、まあ、そこでやっぱり楽しく元気に活躍していく人たち、まあ、会社さんにフォーカスしていくことによって、まあ、少しでもこの社会が明るくなるといいなと思ってます。はい、以前ソロシンガーで活躍されている大塚美香さんが、はいはい、この B100 のフリーマガジンをご紹介していただいたんですけれども、はい、大塚美香のうちの会社所属 の、はい、タレントでして、地元を盛り上げようっていうところで、うん、大塚も頑張ってくれてます。なるほど、はい、大塚さんも含め、はい、お土地アイドルの方の運営もされているということなんですね。はい、前回大塚さんに出ていただいた際は、はい、11月に音楽フェスがあるというお話をされていたんですけど、それが先日開かれたんですね。このチラシのやつですよね。はいはい、でこれ7日に開催されまして、うん、第1部はですね、はい、地元の美しく年を重ねた皆さん の、うん、はい、カラオケ披露大会をやりまして、うん、まあ、25組の、うん、素晴らしい方々がですね、うん、日頃ののど自慢というか、うん、歌声を披露してくださって、でその後第2部の方は先ほどお話にあった大塚美香と、うん、あとうち の、 グループに所属しているロッキュンロールっていう、はい、中学校1年生の2人組がいるんですけど、はい、この子たちが出て、うん、で最後この第2号の表紙にもなってますけど、須藤ひとみさんという、はい、昔ね、ウルトラマンのエンディングテーマを歌ってた方なんですけど、その方のステージがあってと、うん、まあ、盛りだくさんではあったんですが、本当皆さんが、ね、笑顔で喜んでくださったんで、うん、まあ、こういう形でね、皆さんが楽しめるイベント、うん、まあ、これからも提供していきたいなと思ってます。なるほど、はい、
はい、ちょっと今後の活動について何か考えていることがありましたら何か教えていただけますか。そうですね、やはりこの地元を盛り上げたいっていうのを、軸にずっとやってきてますんで、これからもこの雑誌、あとはご当地アイドルの子たちを通じてですね、はい、地域に元気を提供していきたいなと思ってます。わかりました、はい、では最後に一言視聴者にメッセージをお願いします。はい、はい、これからも後ろにあるこのレボーグの TC ツーリングに乗って、地元を盛り上げて街を盛り上げて、世界を明るくするようなそんな活動ができるといいなと思ってますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いいたします。今後も壮大な夢に向けてこのレボーグ TC ツーリングをお役立てにいただければと思います。スバリストのコーナー、ここまで栃木県足利市で両毛地域を盛り上げる活動をされているハウディーズ株式会社の江黒俊介さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。